ちょっと今からさ、ポケモンのよ、ちょっとポケモンについて一回語らない？で、6時15分までさ、ポケモンについて語らない？みんなはさ、いつからポケモン始めた？教えてくんねえか、俺に。みんながいつからポケモン始めたか。教えてくんねえか、ここで休憩タイム。どこでポケモン始めたよ。俺はね、初めてやったのね、小学校4年生の時に熊田正史と、トールってやつと3人でポケモン始めたわけよ。ちょっとここで小話挟むわ。小学校4年生って何歳だ？ 11 歳。当時のね、もうその11歳ってさ、多感な時期よ。ゲームボーイ。俺スーパーファミコン買ってもらえなかったから、でっかでかいゲームボーイ、炭酸電池4個で使うな。万引きしてたんだよ、炭酸電池を。変な、認知症のババアがやってるよ。変な、駄菓子屋でよ。あ、これ、ポケット入れちゃういいや、つって。万引きしてよ、それでよ。やってたわけよ。そういう風に。で、それで、俺無償上がりだから、無償上がり。無償上がりだよ。ほんで、でっかでかいさ、なんていうの？なんだっけ、ゲームボーイでよ、やってたっけ。ただね、ゲーム買ってくれなかったんだよ。ゲーム買ってくれなかったの。誰も。ただ、どうしてもポケモン欲しくて、なんでかというと、CM が良かったんだよ。CM が。私のゼニガメあげるから、あなたのカビゴンちょうだいっていう。そう、BGM があったんだけど、テレビ CM が。それを見た瞬間にな、俺だってモンスター育ててみたいよと。俺も買ってよ、母ちゃんと。みんな持ってたから。そんでよ、小学校の、アスレチックの、周辺で、なんていうの？学校のみんなで、ポケモンをやってたわけよ。ただ俺は、その時からポケモン、なんか、悪事が働いてたから、俺ポケモン2個買ってもらってたんで、赤と緑と。あ、赤と緑。で、友達の、やつに、牛屋の、石川ってやつに、ポケモン緑をやらせて、サンダースまで進めたら、俺がそのデータを盗んで、サンダースとか盗んで、ニックネームをぐちゃぐちゃにして、おい、石川、お前のポケモンバグっちまってんな、つって。で、僕最初からやらして、サンダースまで行ったら、盗んでっていうのをやってた。俺のポケ、おいおい、加藤のから借りたポケモンよ、タマムシシティまで行くとよ、すぐバグっちまうな、って6回ぐらい。サンダース量産した。売ってたサンダースを。リアルマネーで。俺そう、旅団みたいなことしたんだよ、その頃から。俺旅団みたいなことしたんだよ。その頃から。リアルマネーで、俺転売屋だったんだよ、本当に。その時から。懐かしいわ。今はさ、なんていうの？通信ケーブルとかじゃねえだろ？これ何なんだろうね。さ、今のさ、電波って何？ Wi-Fi？ 俺たちの時なんか通信ケーブル、ちょっと待って。おい、通信ケーブルググらせろ。知らねえだろ、通信ケーブル。これ持ってるやつはね、英雄だったんだよ。これ、これこれ！これ！これね、通信ケーブルっていうのがあって、ゲームボーイとゲームボーイをね、繋ぐ、これこれあったなぁ。地域で一人しか持ってなくて、俺も持ってなかったんだけど、そいつがさ、なかなか貸してくれなくてさ、で、ポケモン対戦をするには通信ケーブルで繋いでやってたんだよ。金持ちの、息子が持ってたなぁ。俺持ってなかったんだよ。ほんでよ、何人ぐらいだろうな、3、40人集まってさ、学校のアスレチックの下でさ、みんなで輪になってさ、ポケモンやってさ、おい、みんなでポケモンやろうぜ、つって。記憶に新しいわ。石川だけは参加できなかったけどな。なんでかっていうと、俺が盗んでたから。あいつのサンダース。ただよ、あいつ、そいつに関して牛屋のせがれだからよ、うんこ臭くなるわけよ。そのうんこ臭さの代償として、これぐらいはいいだろって。俺は、あれなんだよ。ただ盗んでたわけじゃねえんだよ。対価を得ていたんだ。名前をぐちゃ、シオンタウンで名前を、あー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 とか、セレクトでバグらしたりして。懐かしいな。謝りてえわ、石川に。謝りたい。今度、謝る枠するわ。本当にみんなでやってたわけよ。今はさ、ポケモンやるって言ってもさ、俺は動画上げたりしてるからさ、みんなに見てもらえるけどさ、一人でやるポケモンよりよ、おい、今度よ、ポケモンのさ、あれしようぜ。みんなでさ、昔のさ、ポケモン持ち寄ってよ、通信ケーブルでオフ会しようぜ。
うちの小学校のアスレチックの下で。それやりてえわ。アナログオフ会みたいな。やりてえ通信対戦会。おい、今度やろうぜ。マジでやろうぜ、通信対戦会。みんなで通信ケーブル持ち寄ってよ、やるわけよ。ただ参加資格は、あのゲームボーイの本体を持ってなきゃダメ。よし。だいぶ夏気度上がっただろ。これ夏気度だいぶ上がっただろ。おしっこしてくるわ。夏気度だいぶ上がったよな、今な。ちょっと、あのさ、今度さ、あれじゃなくて場所だけ決めてさ、一切コミュニケーション取らずにさ、1000人ぐらい集めてポケモン大会やろうぜ、みんなで。一切のコミュニケーション禁ずるけど、みんなが下向いてポケモンやろうぜ。それだったらいいだろうがよ。慣れ合わない。定食しないからな、俺たちのルールに。どっかの、代々木公園かなんかだよ。そしたら、バレねえだろうがよ。やろ、今度。日時俺決めるわ。みんなでフードかぶってよ。深夜な。11時15。新宿中央公園。俺だけ配信するわ。俺だけ声出していい。なんかやりてえなぁ。なんか実況者同士でやるのも面白いんだけどよ。なんかそれだったら、ありやな。お、日時と場所だけ告知してさ、週晴れしようぜ。先行制で行こうぜ。あ、未成年でもいいよ。俺は。関係ねえよ。それから警察捕まったら、俺のせいにすんなよ。俺別に関係ねえし。各自。あの、両親持参で。両親を連れてきてください。食し続けても俺は知りませんって言うから。やりてえな。いや、オンラインとかじゃつまんねえよ。オンラインとかクソほどつまんねえ。やっぱ現地に集まってよ、アスレチックの下でよ、通信ケーブル繋いでやるポケモンが一番面白いから。おい、目が、おい、あれじゃねえ。それって分かった分かった。おい、いいこと考えた。俺が、それぞれ、俺がちゃんと場所決めて、リアルポケモンやろうぜ。それぞれ、俺と目があったら、ててーん、ててててて、女の子はさ、女の BGM 口ずさんで、あれな、俺と目があったら、ゆっくり歩いてきて、勝負する、オフ会しよう。それよくない？それいいじゃねえか。それ最高じゃねえ。夏違反だよ、それ一回。対戦方式。それ最強じゃねえか。俺がノートパソコン持参でやるわ。BGM は俺に任せろ。深夜な、その代わり。なぜかというと、昼間だと職質受けるから。新宿中央公園に集合。10人集まれば、なんとかなるだろう。短パン着てきてくれな。それらしいポケモン捕まえて。よし、もうこれぐらいでいいだろう。結構懐いたよね。ブラックス結構懐いたよな。よし、行くぞ。